どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好き、ガキオでございます。テンション高いな、今日。さあ、今回はですね、タイムリーな話題が来ました。プレミアムバンダイで本日1月7日午後1時予約開始のあのキットの話題です。もうほんとタイムリーですよ。早速、動画にさせていただきました。こちらです。ご覧ください。はい、ということで、プレミアムバンダイのページにお邪魔しました。見ていきますよ。こちら。ガンダムセンチネルよりガンダムマーク5が本日1月7日午後1時予約開始するということなんですね。完全新規造形で現るマーク5初マスターグレードキットか。 RE じゃないんですよ。このマスターグレードっつのがいいですよね。前回ガンプラエキスポ云々で新商品ブワーッと出ますよっていうね、情報解禁された時にマーク5が来るぞーってんで、皆さんめちゃくちゃテンション上がったと思うんですよ。ついに来ますよ。で、案外早かった。これね、4月発送予定ということで、ちょっと早いですよね。あの、ペイルライダーキャバルリーの時もそうですけども、ちょっと早い展開が。ね。見ていきましょう。ORX013 ガンダムマーク5。ガンダムセンチネルに登場するガンダムマーク5がついに完全新規造形で初のマスターグレード化決定。機体各部の造形、カラーリングを完全新規造形で精密に再現。インコムをはじめとした各種武装をギミックに忠実に再現。新規造形の関節により大胆なポージングが可能。これは期待大ですよ。ね、完全新規造形っていうのすごいですね、最近は。本当に。マスターグレードですら、プレミアムバンダイで完全新規で来るっていうのがもう半端ないですもんね。うん。はい。マスターグレードの特徴的な機体各部形状とディティールをマスターグレードならではの精密かつ細やかな造形で再現。すごいですね。はい。で、機体カラーは成型色で忠実に再現し、頭部、胸部、脚部などの印象的な白いラインはパーツ分割による色分け再現ということで、シールじゃない。この白い部分全部ちゃんと色分けで再現されているってのすごいですよね。はい。特徴的な頭部造形をスタイリッシュに再現。いいですね。このシュッとした顔かっこいいな。ほんで背中こんな感じになってます。いいですね。後ろ姿もかっこいいですね。バックパックもね。ほんでこれよこれ、各部武装ギミック搭載インコム射出ね。マーク5の特徴ともいえるインコムやミサイルポットのギミックを搭載。ちゃんとこの射出時のね、ギミック再現してんですよ。はい。バックパックに収納しててリード線による射出状態を再現。うわーすげー。ちゃんとこうピタピタってこうね、インコムの動きが再現できるの嬉しいですよね。で、ミサイルポットは開閉します。ね、別パーツじゃないんです。ちゃんと開きますよっていうことなんですね。で、ビームカノン。これビームカノンね。これも展開できますよと。で、シールドはバックパックに装備可能ということで、俺これ知らなかったの。シールド喧嘩できるやつ。ね、これもかっこいいですね。はい。ほんで、広域な稼働範囲を実現。新規造形の関節構造により大型モビルスーツながらも大胆なポージングが可能。そうなんですよ。こいつね、でかいんだよね。ちょっと、サイズが。フロントスカートを接続するアーム、括弧構造特許出願済み。なんだこれ、なんかすげえの来たぞ。により、稼働を妨げず様々なシーンを再現。なんだ日本特許出願済み。え、なんかとんでもねえ稼働ギミック入ってるってことかな、これね。大型のビームサーベル、いいですね。ダブルゼータみたいな感じで、こう、ちゃんと持てているのか、挟んでるだけなのか、みたいなね。このサーベル、大型のエフェクトが付属しますよ、つって。これだ。二つのアームでひねり稼働が可能。何これ、見てもよくわかんねえ。見てもよくわかんねえ。これなんだ、すごい新しい稼働を実現しているということなんですね。だって特許取ってんだもん、すげえな。で、大抵プレ版ってパッケージのカラーついてないんですけども、今回はフルカラーパッケージということで、あの F90 とかね、あのジェミナス01みたいな感じで、フルカラーのパッケージになってますよ。という感じなんですね。セット内容はビームライフル、シールド、あとリード線とインコムとハンドパーツが結構ついてビームサーベルとなっております。はい、デカールも付属しますよということで、んでよ、販売価格が8800円。結構するね。あー、これ結構しますね。8800円。まあ、マスターグレードでしかも大型サイズのキットだから、まあ、わかるっちゃわかるんだけど、するな。まあな。XS と並べたいもんね。これは、やっぱり対決シーンを再現するとなると。でさ、今回このマーク5が発売するから、じゃあ一緒に XS 買おうとかっていう人がいたとするならば、えげつない値段になるよね。両方買ったら。うわー、でも欲しいよなー。8800円かーって感じですけれども。まあね、もう値段通りの多分仕上がりになってるんだと思います、これ。はい。で、本日1月7日午後1時予約開始となっております。皆さん、これはちょっと期待大ですよ。いや、すごいな。めちゃくちゃかっこいいのが出るな。はい。今回マスターグレードでガンダムマーク5が出るという情報でございました。
はい、そんなわけで今回もタイムリーな話題でした。ガンダムマーク5がプレミアムバンダイで本日1月7日予約開始するよという。いやー、ちょっとペース早いですよね。前回その新商品バーって発表された時にちょっと先の話かなって思ってたら、結構もうすぐ来る。ペイルライダーキャバルリーもしかり、マーク5もしかり、このペースで来るってと、もう4月5月とかにはどん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 新商品ね、新しいの出てくるのかなっていうふうに思っております。ということで本日はガンダムマーク5がプレミアムバンダイで予約開始したよというお話でございました。また次回もぜひ見てください。ガキョウでした。